もうこれ分かっとったんでしょうね、ほとんどこんな数時間後って。電光石火ですが、北斗の拳もびっくりですよ。北朝鮮絡みもゴロゴロ出てきますし、セキュリティや韓国の原発関連なんかの考え方もそうで、アメリカの医療関連のセキュリティ対策や現状の問題、それからトレンドマイクロなんか含めた現状のセキュリティのあり方、さらには震災なんかに対応していく電源デバイスの開発パイロット、これもセキュリティってやセキュリティですもんね。自然災害に対して現状の電気が中心になった安全情報を守っていくっていう意味で。はい、じゃあ2019年5月21日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずは韓国では遠隔治療は違法なのに中国のオンライン病院は顧客が3000万人を超えていますよ。中国では医師の 70% ぐらいの200万人がこの手の会社に所属していてオンラインのです。モバイルメッセージャーなんか通じて有料で患者に相談できるんですよ。っていうのは中国政府が2016年に遠隔治療を全面的に認めたっていうことで、それ以降アリババテンセント含めたビッグモンスタースーパー恐竜企業がヘルスケアサービスなんか打ち出しとるってとこが大きいですわね。去年なんかにリリースしていた1分診療所なんかは医療用の AI と6畳程度の広さの診察室で、これ患者が AI に症状を言うと遠隔地にいる医師が問診して診断して薬をおすすめしてくれるんですって。で、江蘇省なんかの一部の地域ではこれ自販機の薬直接購入とかアプリで購入とか1時間以内に配達とかで、もう歴然の差ですわね。それは日本も含めてそういう意味で取り上げたんですよ。フランスなんかでも当然医師不足なんかで問題があって、解決策として遠隔治療なんか合法化していったっていうところで、これだけあれですよね。デジタル関係特にネット関連も高速になってだんだん遅延がなくなり、ホログラムまで視野に入ってきた技術だから当然ですわね。医師なんかのライセンス関係でもブラックボックスにせずに料理レシピのようにある程度の人が行ってもそこまで誤差なく作れるぐらい、クックパッドでやると薬が調合できるぐらいめちゃくちゃいっとるけど、それぐらいのところまで落とし込むとかなりここら辺の問題解決してくれるんじゃないかなって。少なくとも日本みたいにわざわざ紙の診察券なんか作って医者へ行って診察券出して現金で払ってアプリも何も介さずに支払いして請求書から診断書から含めて処方箋もデジタル化してないってところが逆にあれですわね。将来の孫とかに言わせるとおじいちゃんたちなんでそんなことしてたのって言われるぐらいでしょうね。こういうところは逆にどんどん規制緩和してほしいですよね。医療関連なんかよっぽど甘い薬をザタクサにばらまくとかそんなことしん限りは。はい、ということで次。そうだな、地震なんか起きればやっぱここら辺の電気なんか利用したサーバー関連の保管というのは大事になるよなというのが、金沢工業大学と別川製作所が地震なんかのデータセンターに向けた分電盤の耐震性能に関するパイロットを行っていますよ。もうすぐ開催する東京ビッグサイトの第67回伝説工業展に本パイロット商品を展示するそうで、内容としては一応は阪神淡路島なんかで起こった大震災の震度7相当でも耐えれる構造であるということは実証済みだそうで、災害時ってやっぱあれですもんね、水とか食料品が必要、もちろん寝るとこも同時として電気関連も必須ですもんね。夜暗いとか特に医療関連なんかほとんど電気で動いとるものが多くて、なくなったら機能せんっていうところがネット含めて明かりから医療機器全てにおいて、特に命に関わる部分がこれだけ電気に頼りすぎとるってとこもあるんで、単純に震災が起きて原発関連、津波とか高さ制限、そこら辺を防ぐだけでなく、電気なんかが要は水なんかかぶったりとか地震でバタンって倒れたりとか、その手の災害に耐えれる強固なデバイスじゃないとあかんってことですもんね。極端に言うと本当にあれですよね、ダイナマイトでぶっ飛ばせんぐらいのどっかの国なんかの ATM を爆破していくようなみたいな感じで、それぐらいの耐久性っていうのが求められるでしょうね。こうやってクラウドやサーバー、その他の関連、電気デバイス関連の保管っていうのが、これはかなりあれですよね。不動産とかに匹敵する、もしくはそれ以上の資産価値になっていくでしょうね。本当になくなったら困るっていう意味で。はい、ということで次。これ自分の中でやるやる詐欺じゃないけど、本当にここのブロックチェーンサービスを取り組んでみたいよなというのが、ブロックチェーンのオンライン学習サービスポールが税金に関するコースを提供しますよ。以前からこれずーっとやろうやろうって言って、どこだったかな、これだ、ずーっとこんな感じでブラウザに開いたまま2週間ぐらい開いたんで、お前いつも口だけ言って早く手動かすよみたいな感じなんですけど、いろいろなんかブロックチェーンのコースとかがあって、どんな感じなんかなっていっぺん登録してみてやってみようというところで、あんな感じに保存してあるんですけど、あえてお気に入れずブラウザに開いたままというところで、この手の新技術に関するサービスはどんどん増えていくでしょうね。ブロックチェーンとかだけじゃなくて、
特にここら辺は法律の兼ね合いが多いからいろんなコースが出てくるのに比例してドローンから AI からそれこそエンジニア育成技術者育成言葉は両方一緒ですけどやっぱ新技術に関する開発者研究者っていうところを求められるだろうなって。これはブロックチェーンだけには限ったことではないというところで。はい、じゃあ次。これ前々もからあって、確かにキャッシュレスになるところで昔の慣習を壊すというところで疑問点もある一方面白いよなっていうのが。日本プラットフォームが千葉県のお寺と提携して QR コード決済を導入していきますよと。要はお賽銭とかお参りとかそんな感じですよね。そこら辺を QR なんかで行っていこうと。いつもの効率というのは自分ならいい取り組みって言うんだけど、ここら辺に関しては逆にその慣習っていうのを、お賽銭に関しては硬貨で投げた方とか、紙幣を入れた方とか、そういうのが味があるっていうか、じゃないかなーって懸念しとったんだけど、まあいいでやってみた方が早いんじゃないっていうのが結論ですよね。導入してみてどうなんだろうって、昔からある人が味気ないっていうか、今の紙幣なんかに慣れてなくてデジタル通貨が当たり前の世代なんかだと、これでいいじゃんみたいな。こうなってくるとお布施とか、韓国でもサービスを行っとるのが、冠婚葬祭関連なんかを、QR 埋め込んで支払いしていくとか送れるとかお返しとかも含めてですよね。冠婚葬祭全てにおいて味気なくなるっていう反面効率化は絶対見えるでしょうね。人間味がないってことないけど昔の慣習が廃れていくっていう部分があってここら辺がどうなんかなーっていうのはありますけど、まあ一遍やってみたらいいじゃないかなってと同時にここら辺の要はお布施とか関連って結局投げ銭に近いところだから今の言葉で言うと別にデジタルでもいいのかなーって。そういうまたプラットフォームじゃないけどこれも動画サービスとか発信サービスで出てきてもおかしくないですもんね。カリスマ再生者みたいななんか勝手に作りましたけどなんかこういうお墓とかのプロとかそんなおったら別にいいですよね。寺のなんか詳しい人とか寺ウォッチャーじゃないけどもともとこれ昔からある風習でなかなかネットが普及しても情報的に表に出てこんところ詳しい人なんかが発信していくと面白いかなってやってみることですわねということで結局はっていう感じで。はい、と次。おっそろけーなーっていうのはこれ中央アジアのタジキスタンの首都ドゥシャンベ郊外の刑務所でこれ暴動起こったのに対して過激化組織の IS 関係者とされる受刑者24人や看守3人含んで32人が亡くなりましたよ。要は脱獄しようとしたけど脱獄しようとしてさらには懲罰房に入れられて他の IS メンバーなんか解放して看守なんかに襲いかかって恐ろしいですね。これ施設の医療施設なんか放火しててめちゃくちゃやっていくなんて。それでせざるを得んということで事態を収めるために早めましたということで恐ろしいな。これは本当に日本では考えられんけどこれ海外では特にこうやってテロなんかに密接に関わっている国なんかはこういう刑務所なんかの反逆とか脱走とかって結構あれですもんね。表にニュース出んだけでポツポツありますもんね。いや本当恐ろしいということでこういうとこは逆に日本で本当良かったよなって。キャッシュレスが進んでなくてもあれですわね、テロレスが進んでないのでまあ勝手に言葉作りましたけどというところで。はい、と次。これはもう再三言っとる通り仮想通貨だけじゃなくていろんな分野でどんどんハッキングが増えてくるでしょうねというのがトレンドマイクロがハックに関してのファイル流出を認めていますよ。ここら辺って記事で書いてあるからそんな風に言葉の報道してこの例えばニュース言及する時のタイトルで言いますけど別にこのファイル流出を認める認めんは無関心とかじゃなくてどうでもいいですよね。要は別にこれトレンドマイクロが悪いことしてるわけじゃなくて懲罰的とか法的に言えばハッカーの方が明らかに悪いんだからこっちは被害者ですもんね。ただ顧客の情報を預かっとるっていう意味でどうしても盗まれると被害者じゃなくてめっちゃ加害者みたいな言われ方するだけであってコンビニとかの強盗だってそうですもんね。結局あれ襲った方が悪いんだってあんなも命守るためには金払って逃げた方が早いですもんね。トータルの生産効率としてなんかコインチェックとかあそこら辺でもそうだけど顧客の情報が流出したって謝るけどコンビニがあれですもんね。襲われて何十万持ってかれて謝るってことはないですもんね。そこら辺の被害者意識っていうのはもうちょいここら辺はちょっと変えてってもいいのかなって。それぐらいこのハックが頻繁になって顧客情報を守るのが困難になっとるって状況ですもんね。で必ずこういうのって臭いものに蓋をするわけじゃないけどハックはされたけど情報は流出していないとかある部分は大丈夫とかいやもうハックされとる時点でそんなもんある程度はダメだろうってログインされとるけどクレカ情報は大丈夫とかいやもうそういう問題じゃないっていうところですもんね。そこら辺はあんまり言い訳チックに言わんでもいいんかなって別に責めとるわけじゃないもんで。そういうセキュリティとは知らずに預ける顧客の安全意識っていうところも高まってないの現れだから
そんなにあんまり全てを責任背負んでもいいかなと、これはトレンドマイクロに言ってるわけじゃなくて全世界ですよ本当に。仮想通貨取引所含めたところだから、現状も攻める方が強いようなロジックがわからん理屈になっとるもんで、そんな感じでハック関連でしたということで、はい、と次16日にこれ韓国の工場見学した内容が、ハンファエアロスペースのチャンウォの事業所において工場ではなくてロボットの展示場でしたよ、要は無人で動くロボットが多すぎて工場という感じがしないっていうことをキャッチーに書いたと思うんですけど、3000坪強ほどで1000億ウォン、日本円換算で100億円ぐらいですか、すごいですね。で設立したこのスマートファクトリーは自動で組み立てるロボットだけでなく、研磨したり溶接やロジスティックスの搬送なんか含めたロボットが80台ほど設置してあるんですって。で作業者なくてスケジュール通りに動かして、全ての工程が計画通りに24時間、要は1日中動きっぱなしってことですよね。どれだけ人間より生産効率いいやねんって感じで、本当に工場関連の仕事っていうのはこんな風になってくるでしょうね。溶接なんかあれでしょうね、職人レベルの技術を多分機械が行えるぐらいだから、自分みたいな接着剤みたいな溶接よりはよっぽど機械でやった方がいいでしょうね。どんどんこれによって人間が行うことは、要は作業工程においてはほぼ必要なくなってて、むしろあれですよね、ソフトウェアのコアの部分の開発とか安全管理とかバグ修正とか、そういうところを人間がやっていくって感じで、人間とロボットのいい意味でのハイブリッド、いいとこ取り、できるところは任せ、要は短所はもう無視して長所はお互いのところに任せましょうという感じになってて、プライドもへったくれもなくていいんじゃないかなって。人間のがいい部分だってありますしね、現状はロボットの方がいい部分がフューチャーされて将来の仕事がなくなるとかそんな風に言われてるけど、別にそんなことはなくて十分人間ができることだってまだまだあるし、これからロボットができることだってまだまだあるし、ドラえもんじゃないけど仲良くして僕たちを手助けてくださいね、ロボットさんパーねぐらいでいいんじゃないかなというところで、はい、じゃあ次、カカオのブロックチェーングランド X がこれ LINE みたいなブロックチェーンサービスをやっていますよというのが、ビューティフルファンデーションと協力してキャンペーンをスタートしますよ。内容がこの2トピックが運営している不憫アプリってなんですよ。要は不満とかそんなところを解消するようなアプリで、そこへ投稿していくと、このソーシャルイノベーショントークンを提供する報酬システムをリリースしていきますよというところで、 LINE でもありましたがね、今でもあるような質問に答えたりとか投票したりとか、そこで順位取ったりしていくとポイントが溜まっていって独自トークンになっていくっていう、ポイントシステムの延長上としてのトークンシステムに移行するってところですよね。当然あれですよね、ここら辺は提供していてもビッグデータとして集まるからやった方がトータルとして得っていうのは LINE の現在で行っているサービスと類似するところですよね。同時にここら辺のブロックチェーン関連のテストとかそのあたりもしたいんじゃないかなって。ローンチ迎えて資金調達も含めて、過去はあれですよね、グランド X だけでなく本当幅広いとこ、金融分野なんかも手掛けとって本当に目が離せん。サムスンと同様に IBM を追い越せ追いつけじゃないけど匹敵するとこになっていくだろうなというところで、はい、じゃあ次、本当エジプトとかインドとかじゃないけどこの手のテロ関連と思われる仕返し早えよっていうのが、昨日も言及したエジプトカイロで観光バスを襲った爆破事件で対して、数時間後にカイロでの銃撃戦で武装勢力グループメンバー12人を殺めていますよ。めっちゃ早えな、これもうこれ分かっとったんでしょうね、ほとんどこんな数時間後って。電光世界ですが、北斗の剣もびっくりですよ。で襲った過激派相手と思われるのがイスラムの武装グループハスムで、分かっとったんでしょうね、もうこれは完全に。しつこいでもう一回言いますけど、前とかでもエジプトとかで会った時って本当これ早かったですもんね、やり返しは。ここら辺のところがあれですよね、いい意味で本当 AI とかで制御できて爆発とかさせんようなシステムになってくるとあれですよね、夢物語みたいに言ってますけど、ここら辺でかけたさすがにハックとかと違って本当技術構造っていう部分じゃなくて、単純に物を破壊したり人を傷つけたりで全くあれですもんね、生産効率の向上につながってないっていうだけで、戦い方だけ覚えていくだけで、いや本当に恐ろしいですわという、同時になかなか解決策が見つからんよなーというところで、はい、次、単純に自分のための豆知識というか知識吸収のために取り上げたのが、エストニアとフィンランドで沖合部分によるパイプラインの積雪がスタートしましたよ。このメモとして取り上げたっていうのは、これ総重量が3万6000トン以上あって、この洋上のパイプで数が6400本以上あるんですって。当然このパイプ積んだ船だってたどり着くのに何日以上もかかって、でこの積雪作業は昨日からスタートしたんですけど、1日あたり2キロから3キロぐらいの速さでしかエストニアに
向かって進めるのですって。それだけあれなんでしょうね、パイプを設置していくのでもちろん安全面とかいろんな問題があって関わるんでしょうね。でこの介入作業が6月に始まって、施設作業と同時並行して設置工事が7月スタートなんですって。でそれからパイプラインの圧力テストなんかやって、それによってフィンランドとエストニアの陸上パイプラインに接続するそうで、こういうあれですね、石油とか燃料とかじゃないけどこの手のパイプラインの接続ってこれだけかかるんだな、全然知らんかったという意味で自分への豆知識吸収解釈という意味で取り上げたんですよ。そりゃこんだけの何らかの燃料なんかを送っていくパイプラインなんかを、ああいう経済的に進んでない国なんか盗んだりして横着して、逆に変なもん混ぜてぐちゃぐちゃにしてって爆発したりして事件起こしますわね。それによる被害がでかいっていうのは分かりますわね。あの設置とかにこれだけかかるんだから取るなら綺麗に取るよって、壊すなら綺麗に壊していくよって。オイルなんかと一緒で本当にちょっとでも不燃物が混じっちゃうともう取り除くのはえらいことでしょうね。ガソリンに灯油入れて全部抜かなかんで、ガソリンスタンドなんかでバイトなんかの初心者がやるような自分の周りでいましたけど、そんな笑い話は済ませれんぐらいになりますもんね。いやそれだって全然笑い話じゃないんですけど、これぐらいかかるんだなぁって言うと、ここら辺はまだまだあれですね、機械制御があってもなかなか人間がやっていかない部分が多くて、ここら辺もさっきの工場みたいにある程度ロボットで24時間とか自動化してその泥棒監視パイプラインの燃料関連なんか含むとこも行っていけるとかなり災害防止にもつながるかなって。アラムコの石油関連とこドローンなんかで攻撃するとかそんなの類と同様して、あ全然知らんかったということで取り上げましたということで、はい。と次、相変わらず本当北朝鮮関連のハッカーはどれだけおるやねんっていうのが、セキュリティ専門企業のイーストセキュリティの対応センター ESRC ブログによると、北朝鮮の関与しているハック組織ゴールデンキーが APT のオペレーションフェイクストライカーを行っていることが発見されていますよ。 ESRC は今回のサイバー攻撃が外交なんか含めた政治分野なんかへの人々を対象に行われているのではないかと予測していますとのことで、要はここら辺の政治団体関連なんかを偽装して発信していくっていう内容としては、こちらも同じく北朝鮮の支援と思われるハック組織のジェム3121でいいんかな、121でいいんかな、これはどっちでもいいと思うんですけど読み方を、もう先月偽装してメールやフィッシング作業を行っていましたよと。こちらも同様に ESRC の予測として韓国対象にしたこの APT の背後に特定の政府が組織的に加担していて、数年間の間サイバー作戦を指揮しとるのではないかと、内容がこの信頼できる韓国の政府機関のやのを装って送信内容を詐称して、要はマルウェアやメールなハックなんかフィッシングを行っているところで、方法としてはやっぱり古典的ですわね。どうしても関係者を装ってメールなんかやってマルウェアぶち込んで開いたらチュドーンっていうような、これでもここまでバックにそんな政府組織がおるって、あの国って言ってるようなもんですかね、これ。ここまで言っとるんだよね。ねえっていうところで。こういうとこあれなんですね。外交問題とかで全く触れんのですね。まあ、もちろん拉致問題とかそういうとこ、核とか施設とかロケット開発とか撃つとかそういうとこもありますけど、こういうとこもちょっとぐらい触れてもいいのかなって。タブーなんですかねここら辺は。アメリカさんもそれは分かっとると思うんですけどってとこで、はい。じゃあ次と言ってまたまた続く北朝鮮関連で、同じく北朝鮮の関与と思われる APT グループが Bluetooth デバイスに関する情報収集しつつダークホテルとの関連性も指摘されていますよ。これそろそろあれですね、北朝鮮関係のこのハック関連のグループを全部なんか述べてスペルで書けみたいなテストがあれですよね。大学入試ぐらい出てもいいぐらいですね。お、こんなこと言うとなんか私もやばいなっていう感じで、それぐらいあれですよね、これ本当にどんだけおるやねんっていう感じで、本当にここまででもいろんなところの企業こんだけグループ名とか犯行方法とかリサーチとのはほぼ裏は取れとるんでしょうね。全部が全部ほぼ古典的って言ったら言い方悪いけど、やっぱメールとか関係者を襲うって先ほども述べたように、まあ、あるいはぶち込むっていうのがほぼ主流だよな。ただここら辺に関してはドロップボックスはなんかを利用したクラウドなんかでもやってくってところで、もうこれもあれですね、ここら辺のクラウドサービスだって安全できんですよ、はっきり言って。コールドストレージに保管していくとか言っとるけど、本当に狙う方が強くて、ここら辺のハックグループを狙った時の狙われた時の動きっていうのを見てみたいですわね。それぐらいなんか防御方法の方が難しいというか、っていうかあれですよね、
ホワイトハッカーって多分攻めですもんね。守る方を考えて、普通人の方をハッキングして犯そうって考えですもんね。ブラックの方だけですもんね。なんか取ったりこんなやらかそうでしょ。だってそんな悪意あるコードかなんかをメールなんかに入れ込むってあれですもんね。何か人のものを取ろうとしたり危害を与えようとする思考回路の人しかやらんすもんね、そんなこと。これもテロ同様に恐ろしいというところで、排除する。どうでしょう、こういうデバイスが地味に普及してきて本当に1万円とか5万円ぐらいで販売していくと、あながち利用されていくのかなというのが、メディアシークがクレカなんか利用したセルフレジをリリースしますよと、 QR なんか利用したこれセルフレジを行えて、利用形態としてはコンビニやスーパーだけでなく雑貨屋なんかの小売店含めた居酒屋や家電量販店なんかでも視野に入れているとのことで、ここら辺ってあれでしょうね、クレカとの兼ね合いがあって既得権益の及ぶところだからデバイスとしてはいいかもしれんけど、そういう兼ね合いでなかなか導入していけないっていうところが多いんじゃないかな。コンビニなんかもうほぼあれですもんね、セブンならセブン、ローソンならローソン、ファミマならファミマ、ある程度一律があって多分そこら辺もあれでしょうね。他のもの導入したりするとなんか加盟店追い出されたりとか、フランチャイズが蹴飛ばされるとかなんかあるでしょうね、多分。口には言えんもごもごした部分が。ただ本当に個人レベルで小売店やっていく、例えば自分が八百屋とか、それこそ何畳程度の店舗で家の前とかでやるぐらいだったら、こういうのでも別にあれでしょうね。そのシステム的にどうかっていうところだけで。仮想通貨でええじゃんっていう話にもなりますけどね、それを言い出したら。ただいろんな買える世代っていうのは幅広く揃えたわけですよね。現金じゃないとダメな人とか、QR に特化した人とか、仮想通貨の方がいい人とか、幅広い方があれですよね。それで手数料がかかればなおいいというところで。あとはセキュリティ面の問題というところで。デバイスよりそういう既得権益の兼ね合いが導入の壁になったのが一番大きいんじゃないかなというところで。はい、じゃあ次。サクッと仮想通貨関連の金融商品取り扱いとして、OKエクスチェンジが5月20日、昨日ですね、UTC8 時にトロンベースの先物取引をスタートしましたよ。仮想通貨相場が着々と戻ってきて、特に人気のあるリップル含めたところのトークンっていうのは、いろんな金融商品に置き換えていくでしょうね。仮想通貨なんかは金融、証券関連なんかと違って独自のこうやって金融商品を開発してて、既存の証券よりはよっぽどデジタル化が進んどるから、いろんなのを作っていくでしょうね。それだけ取引してほしいし、リザヤが生まれるビッグマーケットというところで、さらに今回のトロンじゃないけどビットロンとかと提携とか、何らかで名前が売れてくると利用される瞬間が増えてきますわね。今まで人気があるリップル同様に、取引所としてはでもこれは言い方悪いけど、セキュリティ面さえ確立すれば楽っては楽でしょうね。例えば先物市場なんか OKエクスチェンジが設けていけば、そこに対して各トークンのペアを増やしていけばいいってことですもんね。でさらに今トレンドになってきてるところのトークンを扱っていくってこと、あとそのトークンに特化した技術をどう開発していけるかってところ、そこが一番難しいんですけど、そのトークンが何かマイナス条件なことを起こさん限りは、この手の金融商品っていうのは増えていくでしょうね。人気がなくなったのはどんどん上場廃止じゃないけど取り扱い中止にして入れ替わっていく流れが見えていくよなというところで、はい、じゃあ次。こちらもサクッとステーブルコイントークン関連のペア追加ということで、コインベースコマースで USD コイン、USDC、サークルのステーブルコインですね、アメリカドル建てのを追加しますよと。一番あれですもんね、現状のテザーを除いていけばここがステーブルコインのトップに一番近いんじゃないのかなと、現状としてはとりあえず。もちろん PAX とかいろいろいいのもありますけど、にしてもコインベースはあれですよね、あんまりすごいレバレッジかけたりとか、ダダクサに金融商品増やすっていうとこなく、無難とは言わんけど一番受けがいいステーブルコインとか、顧客にとって表面上はって強調するけど、リスクのなさそうなステーブルコインとかを強調してサービスに追加していきますわね。わりかしやっとる方法が正攻法で、あんまり金の色の方へ群がっててない印象はあるわなって、コインベースは特にというところで。はい、じゃあ次。もうこれ独自 OS とかの開発じゃないですけど、昨日も言及したファーウェイが完全にこれもあれでしょうね、独立していく流れだろうなっていうのが、ファーウェイが 5G なんかを利用して顔認識カメラなんかあるスマートショッピングモールをリリースしますよと。上海にある12階建てのショッピングモール、 L プラスモールでいいんですかね、このまま英語で L でプラスは足す引くかける割るのプラスで、それにそのまま英語でモールで、スクロールしてはさすがに著作権的に見せれんのですけど、中なんかもう完全近未来な感じで 5G 利用し顔認証、さらにはこの 5G
搭載している 3D グラスなんか介して携帯電話で映画数分以内にダウンロードしたりとか、本当近代技術を使った未来系のショッピングモールだよな。どうでしょうこれ、日本で例えるというとイオンの10階建てバージョンぐらいの中を 5G やこうやって 3D グラスなんか利用して新技術を導入していますってことで、でこれチャイナテレコムとも提携しとるし、さらにはこれ上海ではファーウェイのテクノロジー使った 5G 駆動の鉄道駅なんかも計画しとって、アメリカとか世界的にはファーウェイの包囲網なんかでかなりピンチになっとるように思われとる一方、ファーウェイ自体は別になんともないんじゃないかなって、あの自分も含めて Google 依存しすぎて Google はないとダメだっていうところに要は盲目的に信じすぎとったもんで、ファーウェイみたいに Google を脱出して、もしくはケッチンされたから脱出していたっていう経緯もあると思うんですけど、 Google に頼らない自分たちの独自 OS から今の IT 技術の開発要はプラットフォームになっていくってところ全くあれですよね。自分含めてしてこんかったんだろうなって、 Google に頼りすぎて Google を超えれんとか、 Google を超える可能性があると言っても実際に出てこんのじゃないかって、ちょっと心の奥底で引っかかっとった部分をファーウェイが本当に払拭していったよなって。だからやっぱり挑戦的にアグレッシブにこうやって Google がなくても行っていける、もっと言葉書いていけば Amazon がなくても行っていけるっていうサービスを自分で作るチャレンジ精神っていうのが必要なんだろうなって、まあ、本当にいい習慣だったでしょうねこのファーウェイ包囲網は。脱出していくっていう意味で、あの Google からファーウェイだけじゃなくて全世界が、まあ、こうやってみると本当中国とそれ以外っていう国で隔てると、完全にそれ以外の自分たちから見た中国というのは異質に見えるんだろうなって、頼ってないっていう意味でそれが強みでもありますもんね、弱点でもありますけど、いずれにしても本当にGoogle から独立もしくは脱出していったファーウェイに素直にどうなっていくか期待というところで、はい、次ファイナソンとバイナンスのこのDEX関連じゃないけど傘下にゴロゴロ入ってくるよなというのが、バイナンスがレッドプラスフォニックス PHX トークンのバイナンスチェーンの移行をサポートしますよと。これだけあれですもんね、ハックがあってもバイナンスチェーンとしてのこの場合どうやって言ったらいいでしょう、 DEX って言ったらいいか DAPS って言ったらいいのか、とりあえずはプラットフォームとしての移行していきたいという、要はそこに参入したいということですよね。 IBM とかがやっとるようなアライアンスとか同様で利用していきたいという独自トークン、この場合で言うとプロジェクト単位ですよね、が増えてきとるから完全にプラットフォームになっていっとる、まあもうなっていく瞬間だよな。だからああやって自分たちの BNB のトークン企画なんかも変えていこうという狙いもあって、完全にあれですよね、独立していくという流れでしょうね、あのイーサリアムからっていう意味で。ちょっと今日はなんかあれですね、こうやって見ると既存プラットフォームを疑って盲目的にかかり乗り越えて独自で開発していく独立の日なのかなって、うん、勝手になんか今思った限りというところで、はい、じゃあ次、韓国水力原子力がハンビット原発1号機の過度の熱放射能流出12時間ほど続いてかったことに家庭について、ライセンスのない一般整備員が制御棒を操作していたことが確認されていますよ。制御棒は原子炉に入れると中性子を吸収して熱出力が低くなって、この制御棒を抜いてしまうと核分裂が増えて出力が高くなるため、制御棒を原子炉に入れたり抜くテストに関しては制御棒自体の性能を確認するためのものであるとして、この原子力安全26条によると、この熱出力が制御値を超えて原子炉を停止させなければならないとする一方、この韓国水力原子力がこの危険水位を超えたあと10時間以上稼働していて、この過程でこの熱力出力が過度に高騰しすぎたために熱を冷やすための蒸気の発生バルブが点火したそうで、危険度としてはこの熱出力が 25% になると自動的に原発が停止するような緊急装置がある一方、この冷却水に燃料が溶け込む要は福島原発のような放射能流出事故が起こる可能性があるとして、この関係者が要はこの熱出力が 5% 超えて原子炉停止させなければいけない危険性に関して認識していなかったと。でこれで要は話が長くなりましたけど、制御棒を操作する整備員が要はライセンスがなかったってことをここで咎められとるってところで、ここら辺もあれですよね、車とかと一緒で自動運転含めて要は寿司職人とかいろいろ医師の遠隔治療とかありますけど、ライセンス制度がちょっとあれでしょうね、難しい部分があるでしょうね。要は車の免許と一緒で資格持っとりゃ別に全員が全員安全性を保証できる動作するというわけでもないし、これはちょっとこじつけるんですけど、だから資格がなくても行えるぐらい要はクックパッドのレシピ化じゃないけど
誰でもある程度できるぐらいの技術に操作方法として、要はロボット工場、スマートファクトリーじゃないけど落とし込む必要があるのかな。ここら辺を全く攻めれんところが、やかにこの関水源の関係者としては、この脱原発後の定員なんかが人材不足していて安全管理なんかの要は問題が生じるで、ちょっと言い訳じゃないけど主張じゃないけど、そういう意見もあって、一応はこれによってこのハンビット1号機のテストカードに参加した3人なんかは解任したとのことなんですけど、これは別に韓国だけの問題じゃないですよね。日本でも福島原発なんかでも多分あることだろうし、せざるを得んとか人がいないとかは認識不足、言葉ではあんまり言いたくないけど知識不足、あとその法的遵守の安全基準が正しいかどうか適切かという意味も込めて、ある程度機械制御して簡単にしていける、誰でもできて、ライセンス制をものすごく低いレベルまで落とし込む必要があるよなって。もちろん間違いは間違いで修正して改善していけばいい内容ですけど、やはり少人数で知識や技術をブラックボックス化じゃないけどライセンスの敷居も高いとか、そういうところがやっぱこれは原発関連じゃなくて他の分野でも問題あるよな、そういう意味でかなり読んどっても難しい文章なんですけど取り上げましたということで、はい、じゃあ次、昨日今日どうのこうのニュースじゃなくて、アメリカのヘルスケア業界ではサイバー攻撃から患者を守るための認識が高まっていますよと。記事内容としては、このいや病院でコンピューター関連なんかがシステムダウンして患者の状態が悪化しているっていうのを想定して行ったデモンストレーション内容の一環なのが、やはりこのサイバー関連に対する安全の認識不足っていうのがものすごい欠如するというのを指摘されている記事なんですよ。ここら辺の方の関係者なんかでも、これインタビューなんかの中で、この要は医療関係のサイバーセキュリティに対する認識が10年以上遅れとるっていうのはものすごい意識の高さですよね。結論の内容としては、このゴールドマンのチームがアメリカの医療における4つの欠点を述べたとして、病院内に送信するデータは通常暗号化されていないので脆弱性があると。問題ですよね、暗号化してないというのは。そしてさらには、技術関連のサポートスタッフが要はデバイスなんかの製造元の警告を無視してデバイスのセキュリティ保護を無効にしているとして、認知しきれてないってことですね。利用の仕方とか安全面の警告に関して、全員じゃないけどこれが一部におるっていうところで問題になるということを強調したいんでしょうね。でこれは他の分野も同様だと思うんですけど、医療の専門家がマルウェアやデバイスに感染すると誤動作や破損なんかして患者の安全を著しく傷つけるということを訓練していないと。これは医療専門家だけは責めれんすわね。他の分野でもそうでしょうね。特定の業界でそれに特化しとっても、エンジニアとかハッカーとかの類じゃないから、マルウェアとか関連とかデバイスの脆弱性とかはどの業界でも多分わからない人の方が多いでしょうね。自分含めて経験者じゃない限り。最後としては、仮にハッキングされた時に関して、ハッカーがネットワーク上でシステム全体を見ることができないよう、この医療関係者はネットワークを分割する必要があると。要は分散化しろってことですよね。安全面の最悪のリスクに備えて。ここまで言い出すあれですよね、完全に医師じゃないですよね、もうハッカーですよね。内部にそういう部門を設けなあかんぐらいで。でこれ一番最後に、対策として早い方法を結論付けているのが、インターネットに接続しているから要は脆弱性にさらされるっていう、その通りですよね。でもネットに接続するからものすごい技術の温厚に受けれるっていうのがあるから、そこら辺の天秤と板挟みだよなと。単純にサイバー攻撃とか最近なんかで再三取り上げている安全性、セキュリティ面、ハックなどに含めた記事として面白みがあったというか、医療関係でこういうことを考えておるんだなって、デモなんか行ってて、要はあれですもんね、大震災が起こった日に災害訓練を行うとか同様な感じで、こうやってサイバーハックに対する病院内のデモを行っとるってことですね。これがもう多分日常茶飯事になってくるんでしょうね。それぐらいやはり医療関連も電気や通信に頼らざる応援部分が多くて、最初の方に挙げた震災関連なんかの守るデバイスっていうのも開発の必要あるわなぁ。でこれはもう完全どの分野も関係ないですよね。極端に言うと、八百屋だろうと農家だろうとドローン使っとろうとテロしとろうと、もうセキュリティ面、ハック関連、デバイスの脆弱性からネット関連の在り方、触れ方、セキュリティ保ち方、パス含めた管理ってとこ全て求められるでしょうね。それが嫌ならもうネットにつなぐなっていうことですもんね。最終的にはほんと全てアナログで生きるっていう感じだから、無限に押し付けるわけじゃないけど、それぐらいほんとセキュリティ面の転換期にさらされとるよなというとこで、
はい、じゃあ次。もう前の前のの ETF 関連のやるやる詐欺なんですけど、アメリカの証券取引委員会がベーン君が申請しているビットコイン ETF の判断を延期しましたよと。いや、もうどうせ拒否するから延期しんでもいいじゃんっていう感じなんですけど、もうここら辺は本当あれでしょうね、飽きられとるとこで相場関係は全く影響ないでしょうね。 ETF が逆に承認されたからってこんな爆上げして15万とか20万とか伸びていくなんてもう想像できんすわね。それぐらいにこの程度の金融商品では影響がないぐらいになってきたんだろうな。あれだけ下がっとる時ならなんか期待感があったというか、そこしかあれでしょうね、すがるわらがなかったんだけど、今はすがるわらがいっぱいあって、こんないつまでもやるやる詐欺してるようなところもう全くどうでもいいやという感じになっとるんでしょうね。今なんかほんとハック当たり前、セキュリティ面不安、金融商品はゴロゴロ出てくる、スカミは詐欺は横行、そんな状況だから何を信じればいいのかということで、結局ビットコインの今まで築き上げてきたハックされてない安全性みたいな偶像に頼っとる部分があるのかな。ビットコインだって貫通される可能性はゼロじゃないですかね。バイナンスだって得られたように、それを盲目的に信じるのは最新の技術を否定していくってことになるので、そこだけは絶対にしたくないよなというところで。はい、じゃあ次。そうは言ってもここら辺の上場信託関連なんかはまだまだ金融商品として手掛けたいんだろうなというのが、 NYSCR 化がビットコインの投資信託株式を上場できるようにするための規制変更を証券取引委員会に申請していますよと。本当ここら辺もどれだけの企画を持ってたら承認するやねんっていう感じですもんね。キサの安全面の指示とかああいうのじゃないですけど、こうやってSEC がなんか一個あれですよね、見本見せてビットコインの上場信託なんかをリリースしてほしいですよね。こういうモデルならいいんだみたいな。そこまでもこの金融商品に固執するは全くないよなと思っているんですけどってとこで。はい、じゃあ次。これはもう全分野とにかく埋め込めるものはこんな感じでいいんじゃないかというのが、コーネル大学の食品科学者が、食品の有効期限や牛乳自体が劣化してなくても廃棄され、食品を無駄にされるだけでなく梱包材料や輸送なんかの無駄も生じる問題について QR コードを開発していますよ。それはそれでいいですわね。これ内容としては、要は自分たちなんか消費者が携帯電話で QR コードをスキャンすると、日にちとか、要は牛乳がどの農場から来たか、どの工場で加工したか、あるいは微生物の影響なんかといったデータが表示されるようになっていくんですって。できるならもうほんとそれでいいですわね。要はコンビニとかスーパーなんかで読み込むバーコードなんか、あそこら辺にもう全部情報ぶち込んじゃうという感じで、それが携帯電話のカメラ機能を使ったスキャンでいけるって、だから QR を利用していくってことで。一気には難しいかもしれんけど、食品関連なんかもろ影響でしょうね。特に廃棄物問題とか、プラの廃棄なんかに悩まされる食品なんか、コンビニ弁当なんかしっかりさね、日数が短ければ短いほど、さらに安全性を保証しなきゃいけない商品であればあるほど、そこへブロックチェーンなんかも絡めてくるというのは必然の流れで、できるなら本当あれでしょうね、この前でも税金関連を異なる外国語10ぐらいに読み込めるような QR 読み込むの日本でやったのまで、だったらもう早やれよって感じで、これは各種商品、車とかその類なんかもなってくんだろうなというところで。はい、じゃあ次。これはもう必然でしょうねっていうのが、ホンダとアメリカのゼネラルモーターズがブロックチェーン利用した電気自動車とスマートグリッドを共同開発実施しますよと。車メーカーは電気自動車関連はもう当たり前になってきて、制御をスマホとかにしていこうとしてるぐらいだから、当然そこへブロックチェーンなんか絡んでくるのは必然ですわね。 5G なんかも当たり前だし、遠隔操作とかドローンとかそのあたりなんかもどうでしょう、5年とかぐらいに入ってくんじゃないかな。これはホンダだけに始まったことじゃなくて、 IBM はもちろんの通り、ボッシュなんかもそうだし、アイオータなんかもそこら辺へプロジェクトとして特化しとるし、ソーラー関連のプロジェクトってあるから、電気自動車なんかの絡めて流れは必然でしょうね。そこへ先ほどのキーワードなんかも絡めてくるっていう流れはまあ読めるよなというところで。はい、じゃあ次。クリプトピアを狙ったハッカーがやった仮想通貨をウォレットに移動し始めていますよと。下の方に行くとコインファームがリサーチした内容があって、このハッカーがウォレットなんかに移しとる図が出とるんですよ。一部としてはフォービーに移動していて、当然取引所に移すってことは現金で引き出すってことを示しとるようなもんですもんね。でもこんなフォービーに移したっていうのはもう分かるのあれば凍結しちゃうから、そんな簡単なことはやらんと思うんですけど、すぐに足がつくような。それでもハッカーにしたらクリプトピアやってから数ヶ月待ったっていうかもしれんけど、これはバイナンス関連もあるでしょうね。数ヶ月とか経ったらこうやって出てくるでしょうね。ただこれが面白いのが、こうやって追跡しても結局逮捕までに至らんっていうの、ネムとかでもしかりで、北朝鮮じゃないかとか、そこら辺の憶測の部分でたどついても、最終的にハッカーを捕まえて解体するってところに行ってないですもんね。この場合組織なので解体なのかどうなのかの話は別として、個人レベルとしても、それが現在のセキュリティは攻める方が強くて守る方が圧倒的に弱いと、ブロックチェーンは追跡でしてできて、トランザクションアドレスの頃になんで捕まえれんような、解体できんようなという
2つの摩訶不思議問題があるよなってところで。はい、じゃあ次。アメリカの国土安全省 DHS が中国産のドローンが情報収集して中国政府に情報を提供できると問題視していますよと。内容としてはこの国土安全省 DH 傘下のインフラの安全保障の CSIS が報告書で、要はドローンなんかで情報収集できて外部のサーバー返して中国政府と共有できるということを指摘したと。要はあれですよね、世界のドローン流通としておなじみの DJI がアメリカやカナダなんかで8割ほど利用されているところまで、そこを指摘しとるんですよね。それだけもう製品として特化しとるとあれですよね、プラットフォーム化しつつあるんで、 Google じゃないけど、これ言い出したらでも他の分野どこでもそうでしょうね。ドローンって一般的になんか悪用されて、こうやってスパイみたいな攻撃商品みたいな風に思われとるけど、 Google だってあんだけデータ情報収集するし、 Amazon だってアレクサとか含めて音声デバイス乗り出してビッグデータ集めとるから、言い出したらアメリカと提携しとるとか協力しとるとか共有しとるとか何とでも言えるさね。別に中国対アメリカとかそんな風に死んでも、 DJI がドローン分野において独占じゃないけどモノポリーみたいになっとるのは、それ以上の製品を開発していくとかあれですよね、プラットフォームを乗り越えていくというチャレンジ精神が必要だよなと。ファーウェイみたいに。どの分野でもこれはもうこれだけネットが進んで国境がなくなっとで、情報管理は全てそうだと思いますけどね、というところで。はい、次はオーラス。サクッと投資情報で、美容ブロックチェーンのコスモチェーンがアメリカのヘッジファンドユリシスキャピタルから250万アメリカドル投資誘致していますよ。これはあれですよね、コスモチェーンがサムスンのギャラクシー S10 のダップパートナーとしてなったってところで注目されたんでしょうね。ここの面白いのが、これユリシスキャピタルが当然アメリカドル換算にしますけど、この相当の COSM、 要はトークンですよね、ここを購入するっていうのは面白いなと。そうだな、別にブロックチェーン企業だから株式とかじゃなくてもトークンでいいですよね。投資買収どんな形でもいいですけど、それだけやっぱ注目を集めとるんだな、だよなというところで。はい、とそんな感じで本日も来ましたけど、全体的にあれですね、セキュリティ関連のためになるっていうか、面白いというか、自分にとっての知識の話が多かったよな。北朝鮮絡みもゴロゴロでできますし、セキュリティや韓国の原発関連なんかの考え方もそうで、アメリカの医療関連のセキュリティ対策や現状の問題、それからトレンドマイクロなんか含めた現状のセキュリティのあり方、さらには震災なんかに対応していく電源デバイスの開発パイロット、これもセキュリティってやセキュリティですもんね。自然災害に対して現状の電気が中心になった安全情報を守っていくっていう意味で、そのあたり以外でいけば相変わらずもうETF 関連は完全にもうやるやる詐欺で、証券取引委員会はいつものごとくケッチン下げ伸ばしていくわな。あれもテザー同様なんかどうでもいい話になってきて、面白いとこで言えば牛乳の QR だけじゃないですけど、お賽銭なんかの QR 含めてそこら辺の導入っていうのがかなりマイナーな分野っていうの、今まであったけど使わなかったようなところまで落とし込んでいくのが増えてきたよなって。ありはありですわね、やってみてダメならやめやいいし、多分効果は高いと思いますけど、エジプト関連のあのテロの仕返しも早いし、 IS 関連のあの刑務所なんかの暴動も恐ろしいしというところで、そういう意味で日本は安全だよなって、いい意味で逃げますけど、バイナンス系のプラットフォーム化も進んでどんどん集まってくるし、これはこぞこぞ増えていくでしょうね今後も。そしてセキュリティと並行して電気関連なんかもブロックチェーン導入しておいて、もう大手車メーカーはほぼあれでしょうね、自然の流れでしょうね、あの日本だけじゃなくて全世界的に国境がないという感じで。はい、でまあそんな感じで、以上2019年5月21日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。日本は速攻で仕返しこなくていいっすね。